死球、死球,球とは野球において投手の投げたボールが打者に当たった結果、打者に一塁が与えられることである。日本ではデッドボール和製英語とも呼ばれる。投手の投球が打者に触れた場合、球審はボールデッドのジェスチャー、両手を髪型に広げるファウルボールと同じジェスチャー。デッドボールとは種子が異なる押してプレーを停止する。 公認野球規則5.06。ここで、投球が打者に触れるとは、適正に着用された打者のユニフォームをかすった場合や、バウンドした投球が打者に触れた場合も含まれる。その上で、球審が次のいずれにも該当しないと判断した場合、支球が宣告され、打者に一類が与えられる、公認野球規則5.05。死球が認められる場合、球審は、 ボールデッドのジェスチャーをし、必要に応じて、ボールが当たった箇所を示す、ノーボイス。これにより打者は一塁への安全進塁権を得る。また、打者が一塁に進んだことで押し出される走者に限り、次の塁へ進む権利を得る。満塁の場合、三塁走者は本塁へ進む。いわゆる、押し出し。なお、投球が打者に触れた時点で、ボールデッドとなるため、 次の類を与えられた、奏者以外は、新類を試みることは認められず、盗類を試みていても元の類に戻される。よくある誤解として、打者がバットを振ったように見えたら死球ではなく、ストライクだと思われているが、ルール上は、打とうと試みていた、避けようとしなかったかどうかという打者の意図を真が、主観的に判断するものであって、バットが回ったかどうかなど、物理的な状態は、 無関係であるため、ハーフスイングと同様に明確な基準が、ルール上に存在しているわけではない。至急のリスクを伴う一方で、投手が打者に近いコースを狙って投球することは野球における、戦術の一つである、内角攻め。アメリカ合衆国では、打者の頭部を狙う投球を、ビーインボール、ビーインボールと呼び、ビーンは、古い英語のスラングで頭を刺す。 打者をのけぞらせることを意図した投球である、ブラッシュバックピッチ、ブラッシュ、バックピッチとは区別している。しばしば、ビーンボールを投じる投手は、ヘッドハンターと呼ばれる。日本ではこれらを区別せず、打者を狙った投球を一般にビーンボールと呼んでいる。また、野球の不分率を破った選手に対して、制裁として故意に支給が投じられることがある。この場合は、頭部ではなく、 より危険の少ない背中や足、アキレス腱以外などが狙われる。公認野球規則では6.02位において、投手は打者を狙って投球することが禁じられており、これを投球した投手及びそのチームの監督には、審判員により退場を宣告もしくは同様の行為を一度行った場合は即刻退場させる胸の警告が発せられると定められている。 この場合、打者に投球が当たったか否かは問わず、審判は自身の判断で投手、または投手と監督を退場させる子ができる。日本野球機構では、これとは別に、セパ両リ,リーグのアグリーメント39条に危険球についての規定を置いている。これによれば、投手の投球が打者の顔面、頭部、ヘルメット等に当たり、審判員が、 その投球を危険球と判断したとき、その投手は即退場となるとされているが、ヘルメット等とあるように、胸から上の頭部付近の部位に当たった場合でも、審判員の判断により危険球とみなされる場合も、ある、1998年4月10日の巨人、横浜戦で、石井博士郎の上背部への危険球で、退場処分になった佐々木和弘例などがある。また、危険球とは、 打者の選手生命に影響を与えると審判員が判断したものを言うと定義されている。なお、頭部に投球が当たった場合でも緩い変化球などで、それが危険球ではないと判断された場合は、投手は即退場にはならず、警告が発せられる。この場合、次にいずれかのチームの投手が、頭部付近への投球を行えば、退場を命じられる。退場の記録は、その試合が、 雨などでノーゲームになっても残る。1982年に審判員により危険級に対する規定が制定され、同年より適用。同年8月6日、井上雄二の投球に対して適用され、退場処分となる。危険級制度がより確立されたきっかけは、5月11日にヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ。 巨人戦で発生した支休合戦から西村隆二がダングラッテンに与えた支休がきっかけとなり立った乱闘である。事態を重く見たセントラルリーグは緊急理事会を開き差し当たって恋、過失を問わず頭部に支休を与えた投手は退場というアグリーメントを新規に設けた最初の適用は中日ドラゴンズの各源氏。一方でパシフィックリーグでは審判が それまで以上に厳しいルールの運用をするという見解にとどめた。両リーグの違いの一例として、1999年4月9日に巨人、村田真一が横浜ベスターズ、斉藤隆からが安眠に支給を受けた際、斉藤は即退場となったが、同年の9月8日に福岡大英ホークス、秋山にが西武ライオンズ、松坂大輔からが安眠に支給を受けた際は、 松坂は警告処分のみ発せられた。セパ共通の現行のルールになったのはからである。最初の適用者はセでは、巨人、三浦隆史、パではの大英、吉武慎太郎。前日の通り、最初の危険球で警告となるか即退場となるかは、急進の裁量に委ねられるが、従来から一度でも危険球を投げた場合は即、退場としていたセリーグでは現在でも即退場となる。 場合学、対照的に警告後退場のルールを運用していた、パリーグでは即退場処分が少ない傾向にある。2005年5月13.14日に行われた、西武ライオンズ対巨人、インボイス西武ドームの試合では、両日に戦意合わせて6個の支給が出たことから、審判団が15日の第3回戦を、パリーグアグリーメントに基づいて、警告試合とし、 この試合で支給を与えた投手は即刻退場、また意図的にぶつけたなど悪質な場合はそのチームの監督も退場にするという警告を両チームに発した。シーズン終了時点で、危険球による退場の最多記録は、桑田真美、朝尾拓也、山口俊、内海哲也のいずれも3度である。桑田は1995年、1999年、 2005年に、山口は2012年、2014年、2015年に、内海は2006年、2007年、2014年に一度ずつ記録したものに対し、浅尾はすべて2008年の記録である。プロ初登板で危研究退場になったのは、9月1日の小林正と中日、4月18日の八千武と中日、5月3日の風、長連。 ヤクルト、先発当番では初である。一級で危険級退場になった投手として、6月17日の高井雄平、ヤクルト、4月30日の岩瀬人則、中日、8月2日の有目メ・久、楽天、9月16日の甲、藤圭介、ソフトバンク、4月24日の松井公開、ヤクルト、5月24日の山崎康明、DNA、 8月16日のラファエル・ドリス、阪神がいるが、いずれもリリーフ当番である。先発投手による、危険級退場までの最小投球数は、2017年9月30日の、畑予習、巨人の4級である。それまでは2014年7月21日の山口、春、DNA の5級。2012年の日本シリーズ第5戦では、多田屋数人、日本ハムが、 日本シリーズでは初めてとなる危険球退場の処分を受けている。ただし、これは危険球の基準からしても誤審であった可能性があると、指摘がある。また、渡辺俊介、ロッテは2006年4月29日の楽天戦で、6回までノーヒットノーランピッチングを続けていたものの、7回戦闘の鉄平に2打席連続の支球となる頭部に死球を与えてしまい、 危研究による退場処分を受け、アクシデント以外では、非常に珍しい批安打例での降板かつ、退場処分ながら、勝利投手というチ記録を受立した。なお、渡辺は、勝利投手となり、ヒーローインタビューも受けている。その際に、渡辺は徹兵に対して、謝罪を行った。吉宮は、投手が打者に死球を与えることで、投手につけられる記録である。 上記の要領で打者に支給が記録されると同時に、投手には予支給が記録される。対戦打者の支給と対戦投手の予支給は必ず、同数になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。